皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回は、新規レベルベリーハードチャレンジ、レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。地球上におけるジオン軍の拠点、これはすべて奪還しています。前回は、最後のジオン軍の拠点だったキリマンジャロ、こちらの攻略完了しています。これに伴ってですね、今後は宇宙での戦いが中心になります。先遣部隊としてですね、ホワイトベースに乗っているレベル将軍、これにですね、バナージュのガンダム、さらに、ゼータガンダム、カミユですね。これを乗せて、キリマンジャロから宇宙に打ち上げてます。この後は、ここ、ソロモンの攻略を行っていきたいので、早速なんですが、作戦を発動していきましょう。まずはソロモンの攻略作戦からです。ジオン軍宇宙要塞ソロモン、猛将ドズルザビの指揮する要衝にして、ジオン本土を防衛する最重要拠点である。地上においてジオンを圧倒した連邦軍は必勝の策を持ってこの難攻不落の要塞に挑む。ジオン本土を目指す連邦軍の新たな戦いが今始まろうとしていた。はい、続いてですが、ニュータイプの研究機関の設立、これも行っちゃいます。はい、ニュータイプ研究機関を設立します。朗報をお待ちください。今宇宙で戦える主力となれるものは何もない状態なので、まあ、このねカミユとバナージに任せるしかないんですけども、この後後続でジムをペガサス級に乗せて打ち上げていきたいと思いますので、まあ、それらを使ってまずはソロモンの攻略ですね。そしてもう一機強力なダブルゼーターなんですけども、ダブルゼーターは一度ここベルファスト基地の敵部隊を一掃した後、ルナ2に入ってもらって、ルナ2を囲んでいる敵部隊を撃破してもらいます。でマフティなんですけども、この後ですね G3 ガンダムが完成すると思いますので、 G3 ガンダムが完成したらですね、まあ、かなり厳しい戦いになるとは思うんですけども、ジャブロの防衛線に入ってもらいます。数がかなり多いですからね。ただジャブロに展開している敵部隊は、まあ、いわゆる旧型のモビルスーツが中心だと思いますので、他のエースパイロットも何人か投入してこのジャブロの防衛線に入ってもらいたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。情報部よりホワイトベースが敵に追跡されていると報告がありました。あと少しで彼らはジャブローに到着します。至急迎撃態勢を整えてください。開発部より報告します。クルスト博士の開発したエグザが一種のコンピューター OS であることが判明しました。つまり我が軍のモビルスーツに搭載することができれば、従来のモビルスーツの性能を大幅に向上させることができるのです。研究費の投入をご検討ください。エグザムシステムの開発に関して提案が来てますね。これも行っておきたいと思います。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。まあ、ジオンに対してですね、研究という意味では少し遅れている状態なので、ここから巻き返しをね測っていきたいと思っています。よってマックス投資していきます。新兵器の開発プランも積極的に行っていきましょう。ミデア会に関してはもうさすがに必要ないですね。緊急事態が発生しました。ジャブローに敵モビルアーマーの部隊が出現しました。敵の戦力は未知数です。至急迎撃態勢を整えてください。さあジャブローが強襲を受けてますね。開発部より新兵器の開発が、ジャブローには今部隊を集中させてはいるもののですね、まあ、残念ながら航空戦力だったりするので、ここに急いで野山隊を派遣したいと思います。防衛力を強化しましょう。ちょっと誤算が起きましてですね、今のイベント敵がジャブローに攻め寄せてきたという、まあ、そのイベントの煽りを受けてですね、撃破されたところに敵のモビルスーツ詰められてます。なのでこれ侵入されますね。
侵入されてしまうんですが、侵入される量をちょっとでも減らしたい。いや、無駄かな、どうだろう。このまま行くとこの敵の大部隊が侵入してくるので、これ急いでダブルゼータを、今ここにいるんですが、このダブルゼータを急いでジャブローに戻した方がいいな。間に合うか微妙ですね。このパターンか。ちょっとやられたな。まあ、輸送も、まあ、したところで無駄にはなっちゃうかな。これだと。普通にジムを移動させても時間かかるよね。まあ、ただ、させないよりはマシかな。ちょっとここは完全に迂闊でしたね。これ、ジャブローがまさに強襲されますね。なので、ま、ちょっと遅いかもしれませんが、救援には向かいましょう。いや、ここまで進めて、やり直しはちょっとしんどいので。めんどくささがあったとしても、ここはなんとか乗り切りたいところですよね。G3 ガンダム、ここ本当は、ハサウェイを乗せたかったんですが、ハサウェイがとてもじゃないですけど、間に合わないので。うん。これは原油戦力でなんとか守りきりましょう。ダブルゼータが間に合ってくれれば、まあ、支えられるのは間違いないんですけど、ダブルゼータが間に合うかどうかですね。ジャブローです。18ユニットにも侵入されてますね。多いな。ネビル将軍、ホワイトベースのジャブロー到着とほぼ同時に、ジャブロー内部に敵兵が。まさに今攻撃受けてますからね。我々はホワイトベースの実力を高く評価しているのだよ。将軍さえ良ければ第13独立戦隊の任務を彼ら一隻に任せようと思うのだが。これはイエス、まあ、つまり史実に近い内容で進めていきましょう。これからホワイトベースには宇宙に行ってもらう。星1号作戦の存在を隠すための陽動作戦を行ってもらうためだ。彼らには我々から任務を伝えておこう。今ジャブローそれどころじゃないですからね。将軍、ホワイトベースを守るためウッディが戦死したと報告がありました。そうか、ウッディはマチルダ婚約者だったと聞いている。彼らの思いはホワイトベースに届いたのだろうか。二人のためにもホワイトベースを犬死にさせるわけにはいかん。戦力を増強しなくてはならんな。はい、ホワイトベースにスレッガーローを配属します。癖はありますが信頼できるパイロットです。至急スレッガーさんがホワイトベース隊に、まあ、引き抜かれる形ですね。ニュータイプ研究所がニュータイプ用モビルスーツの開発に着手しました。現在データ収集のため専属テストパイロットによる実験を繰り返しています。実戦への投入はまだ先ですが、まあ、これ本当にちょっとでも早くジャブローに戦力投入したいので、生産するモビルスーツは1ターンで生産ができる一番強いユニットを生産してジャブローの防衛戦少しでも有利に展開できるようにしましょうか。もうこの次のターンで全部敵侵入されますからね。これキャメルパトロール艦隊との交戦ですね。ドレンを撃破した、まあ、その戦いだと思います。将軍、前線のパイロット不足が深刻な問題となっています。ニュータイプ研究所のテストパイロットクリスチーナ・マッケンジーを転属させ通常任務を行わせて、これはどうなんだろう。アレックスの開発に影響が出そうなのでノーにしておきます。まあ、アレックスの開発にこのまま邁進してもらいましょう。確かに新兵器の開発は重要です。提案は取り下げます。開発部より報告します。クルスト博士のエグザムを我が軍のコンピューターとリンクさせることに成功しました。
イグザム搭載モビルスーツの開発もできそうですね。第13独立センターより報告します。サイド6を出航する際、コンスコン機動部隊、これ撃破しましたね。アムロが陸道部12機を一瞬で撃破した戦いです。レビル将軍、ニュータイプ研究所がジオン特務隊の襲撃を受けました。しかしテストパイロットのクリスチーナ・マッケンジーの活躍によってサイクロプス隊の攻撃ですね。これは開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。ジャブローの防衛線に投入していきましょうか。アレックスです。報告します。エグザムの研究施設がジオン特務部隊の襲撃を受けました。この襲撃でクルスト博士が死亡し、ブルー2号機が奪われたものの、ユー・カジマの1号機の活躍によって3号機を守ることができました。さあ2号機の脱出作戦ですね。まあ、これもはっきり言って地上での戦いはほぼ終わっているので対局に影響はないのでどちらでもいいんですが、まあ、せっかくなんで進めておきましょう。ありがとうございます。俺のブルーを、いや我が軍のブルーを取り返してみせます。さあではいよいよ宇宙での反攻作戦も開始していきます。皆さんもだいぶレベリングできてきてるかなっていうところですね。まあ、すごく長い間ここの消耗戦を行っているので。ルナ2の包囲網はようやく突破ですね。ご覧いただいた通りです。この後はソロモンに向けて全部隊移動開始というフェーズですね。まあ、今回はジャブローでもむちゃくちゃ時間かかって、ルナ2の突破戦でも時間かかってっていうことで、収録時間がすでに5時間ぐらいになってますね。